みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナムー。今回はここです。福井県の小浜市にやってきました。人魚が2いらっしゃいます。はい、ここはですね、福井県小浜市のマーメイドテラスという場所で、あの人魚伝説があるんですって。小浜市は朝からもう気持ちいい空気なんですけれども、なんと今日はですね、若狭小浜市観光協会さんとのコラボ動画でございます。はい、小浜市のですね、仏様の魅力をざっとお伝えする YouTube を撮ろうじゃないかということで、ロケに来させてもらいました。小浜市の方を呼びたいと思います。ゲストです。はい、こんにちは、小浜市の美穂です。あ、小浜市の美穂さんです。ありがとうございます。小浜市には実は仏様が素晴らしい方がたくさんいるということで、どんな町なんですか、ここは。はい、小浜市は古代から奈良や京都の都に海産物を中心とした食材を届けた御食国として栄えた町です。で、その関係もあって京都や奈良の都とつながりがたくさんありました。で、いろいろ都の文化とかもこちらに残っていることもあって、たくさんの古いお寺や仏像も魅力的な仏像がたくさんあります。うん、はい、すごいですよね。だからその中でも特に旧国宝に指定されていた八か寺をまとめて、まあ、小浜市の八か寺巡りっていうのを推奨されていて、その方々がとんでもないということで。とんでもないです。と美穂 でお邪魔します。よろしくお願いします。あー、嬉しい、最高です。早く行きましょう。早く、はい、行きましょう。行きましょう。お願いします。一か寺目、妙通寺さんに来ました。気持ちいい、この川のせせらぎ、新緑、はあ、気持ちいいです。最高です。なんかこの橋も雰囲気ありますね。そうなんですよ、始まるって感じがする。始まる感ありますよね。お寺が始まる。そうやっぱりこの橋から渡っていただきたいなと思って、はい、最高。もう川も綺麗でしょ。キラキラしてますもん。そうなんです、キラキラしてるんです。見て、この木漏れ日いいですね。そうなんですよ、やっぱお寺は潤いですよね。そうなんです。小浜市のこの辺りっていうのは、はい、その海に面しているという意味でなんかこう、はい、栄えていたんですよね。あ、そうですね、やっぱり当時都から一番近い日本海側の海だったので、うん、外国からの海の玄関口だったんです。なので海からの最新の文化も入ってくるし、でそれを京都とか奈良に届けていくことで都の文化も入ってくる、いろんな文化のこの交流の結節点というか集まるところだったんですね。なるほど、だからこうしたもう寺社仏閣が素晴らしいということで。そうですもう今見えてきた、はい、すごいでしょ。スケールがすごいんです。わー、すごいんです。もう重厚感ありますね。神仏の居場所っていう、もう圧倒的ですよね。もう本当に圧倒的。そうなんです。かっこいいですね。階段を一段一段、はいはい、これは踏みしめて、はい、踏みしめて、わあ、すごい、めっちゃかっこいいです。この仁王も、うわあ、ぜひ近くで。仁王さんもすごい、むちゃくちゃイケメン、びっくりした。かっこいいでしょ。かっこいい。キュッと詰まったからで腰が高くてグッとねじってて、これは本当にその東大寺とかを感じますね。そうです、やっぱり感じますよね、うん。いやー、ちょっとすいません、山門からこんなにちょっと感動があるなんて素晴らしいです。わ、でこちらはゆずり山妙通寺、3号がゆずり山なんですけど、はい、このゆずりの木が、ゆずりって珍しい木です ね。でこのゆずりの木から ここの ご本尊の3体が彫られたっていうふうに言われて、はい、そうなんですね。そこでじゃあゆずりの木のお寺ということで、はいはい、そうです。珍しいですね。青もみじからのあの景色、もう空気からもう来てますね。そうなんですよ。これはいるぞ、仏様いるぞ。そうやばい。だんだん見えてきた。だんだん見えてくるんですよ。この感じ。おお。この感じ好きなんです。いいですね。はい、森。うわあ。すごい。こちらの本堂は国宝に指定されてるんですけれども、はい、福井県内で国宝の建造物って唯一になるんです。福井
中での唯一の国宝。そうです、そうです。うわ、迫力すごい。うわー、かっこいい。こちらも国宝で。そうです。明通寺副住職の中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にもう入ってきて大感動してるんですけれども、はい、お寺の縁起を教えていただけますか。はい、明通寺はですね、西暦806年大同元年にですね、征夷大将軍坂の上の田村麻呂公によって建立されました。まあ、一番最初のね、征夷大将軍将軍さんですからね、恵比寿征伐に行かれてる。でもどっちかいうとね、穏健派的な方だったみたいで、恵比寿の大将のアテルイとか副長のモレを都に連れて帰って、こういう人に領地を治めさせた方がいいんだっていう除名嘆願されてます。でも朝廷は恵比寿の人を獣の皮を着た野蛮人ということで処刑してしまう。ですからそういう戦争で亡くなった犠牲者たちの魂を弔いたいということで、この明通寺を建立されたと言われてます。それでこの土地を選んだっていうのもまた不思議ですよね。田村麻呂公さんのおじさんにあたる方の領地があったのことも言われますし、この若狭っていうのはちょうど地図で見ても京都の真上ですよね。だから日本海側で都に一番近い港として、特に栄えてた、文化の玄関口として栄えてた重要な場所だったんで、まあ、この地にもお寺を開かれたようですね。そんな800年からの歴史がここに今根付いていて、はい、中の仏様にもその魂が生きていらっしゃるという、はい、そうですね、素晴らしい。じゃあちょっと中よろしいですか。はい、じゃあどうぞ。じゃあお近くまで。はい、はい、ありがとうございます。すごすぎる。失礼します。わあ、強大きい仏さん3体ともね、はい、平安の末、はい、大体1000年ぐらい前に、はい、作られたもの。こちらは豪山瀬明王様。豪山瀬明王さん、横回ってもらうと、足元確認してもらうとですね、はい、しばしすごい、あのてかそもそもここまで近づいていいっていうのが、そうですね、すごいことです。なかなか若狭のお寺結構内陣入れていただけるところがあるので、はい、本当に近くで仏さんにお参りいただける、そういった感じになってますね、おばまのお寺さん。うわ、優しいですね、はい、おばまのお寺さん。わあ、この真横のこの距離まで近寄っていいんですか。はい、うわ、すごいな、体幹がずっしり深くて踏まれてる、はい、踏まれてるのは芝神とその奥さんの馬妃ですね、はい、ヒンドゥー教の神さんなわけですけど、身分社会の一番偉い神さんを懲らしめるというのは身分社会そのものの否定なんですね。で、経典の中に出てくるのは芝神がね、私は三世三界の王だ、過去現在未来にわたってこの世の王だから、ビルシャナ仏の教えに従うことはないって言って争われた結果、この豪山瀬明王さんが使わされて戒め降伏させた。だからね、豪山瀬、それは力強い神様ですね、はい、この平安時代の迫力ってすごいですね。もう、 うわーっと今上からこっちクーッと、はい、こちらは十二神将さんです。いらっしゃいます。そうですね、うわー、十二神将さんは鎌倉中期ぐらい、おそらくこの本堂を再建した時にお祭りするようになった、はい、あの目に玉眼入ってますからね、やっぱり時代が新しくなってきます ね、はい、そうですね。いい睨みですね。肩をギュッて持ち上げてかっこいいな。ご本尊様、お薬師様。そうです、薬師如来様になりますね。なあ、大きなお体で立派ですね。そうですね、もう本当に一木造りで作られるってなるとね、はい、ほぼほぼ限界になってくると思います、ね、はい、一木造りのすごいですね。このお顔はっきりしてますね。そうですね、1000年から1100年の間ぐらいになってきます。じゃあ鎌倉時代の始まる前ぐらい。そうですね、本当平安の終わりになってきますね。彫りの浅い優しいお衣が素敵だなって、はい、お優しいなって思ってましたし、それからお目が結構しっかり開かれてて、目のなんかこのパッチリ開いてる形を見ると、あの視線をこの辺から合わせて拝ませていただくっていうのと、はい、心がこうキュンときますね。はい、はい、本来一番仏さんの
目線になってもお堂師さんの席に、だから他の仏さんの目線も全部お堂師さんの席に集まっている。ここはすごい、なるほど。今じゃちょっとこっちからぐんと寄っちゃったんで、はい、仏さんも焦点合わせるのに大変でしょうねこっち来たのかっつってもうこの方に出会えてこの空間に入れてるっていうだけでも若さに来てよかったって今思っております。はい、そしてあ神社大将様だ、はい、神社大将様って本当に作例がないですよね。そうですね、はい、国指定になると国宝ないですからね、はい、重要文化財が4体、はい、そのうちの1体になりますね。おとても貴重な方に、こっちの方もよく睨んでいらっしゃいますが、どういった仏様なんでしょうか。はい、中国のね西遊記のお話ありますけど、三蔵法師のお供に孫悟空と猪八戒と沙悟浄と言いますけど、沙悟浄日本だとカッパですけどね、本当はこの神社大将さんモデルにしてます。神社ってこう書きますけど、沙悟浄の沙ですけど、はい、昔は砂漠の沙って山水なんです。水がないんで、シルクロードのあたりも砂漠地帯のもともとは神さんだった。なるほど、はい、砂漠地帯で守ってらっしゃった、うん、深い砂漠の神様。妙通寺のこの神社大将さんね、どっちかというと仁王さんとかみたいなね形お姿されてるんですけど、他のところだと頭なんかはざん切り頭になってますし、うん、もうちょっと怖いお姿されてるんですね。確かに神社大将さんって、はい、高野山霊宝館の快慶が彫った神社大将さんを、はいはい、私はこの動画の YouTube チャンネルで紹介したことがあるんですけど、はい、その時はもう筋骨隆々でむちゃくちゃ荒々しくもう怖みがあったんですけど、それに比べると割とマイルドな、そうです ね甘い神社大将さんですね。はい、あちらのね豪山寺妙さんもそうなんですけど、はい、こういう妙さんとかが日本に入ってきてまだ間もない頃、その時に多分その高野山のような神社大将さんだったら鬼か妖怪かわからないんですよね。受け入れてもらう側のにも受け入れやすいようにやっぱり最初の子ちょっとお優しめに仏さんをね彫られてるってところがあったりしますね。そうなんですよ、はい、初めましての日本人に対してどうも神社大将ですってこう優しく受け入れてもらうためにそうですね優しい姿なんですね、はい、ちょっと横からも、はいはい、どうぞ。近うわー大きいですね。神社大将さんの脇の下を見られるなんてないですよ脇の下拝観させていただいて、うわー、やっぱ一木造りでいらっしゃるんですか。そうですね、すごいですね、はい、この一木っていうのが体幹部の太さに見てください。この腰回りなんかも大きな丸太そのもののような、すごいなー。で一木で作るときは、はい、一回丸太を縦に割るんですよね、はい、芯が割れやすいから、はい、っていうことは肩幅の倍の太さないと仏さん掘れないですから、もう樹齢1000年以上になってくる。うわー、これはとんでもない、はい、比べてくださいこの大きさを。でそれとあとね、はい、豪山寺妙さん、はい、口開けておられますよね、はい、他のところまずつむっておられるんです。あ、そうなんですね。でまずこの三尊の形式で祀るなんてことはないんですよね本来だとね。玉名門さんはこの三体を選ばれた、はい、で最初の頃はその仏さんの形式よりも必要な仏さんをお祀りした、まあ、今の時代でも外国でね和食のお店ですってこれ和食じゃないなっていうのが出てた今の情報化社会でもそういう伝わり方をしてる、はい、だから当時まだ仏教が入ってきて初期の頃にはこういう形で違う仏さんを祀ったこともある。で口開けておられるのはもしかしたら阿吽のあれをモチーフにしてるのかなと、本来だと仁王さんのね、うん、だからまあ本当輸入したての頃だからこそ、はい、もうともかくこれが仏教なんです拝むんですっていうのをもう先発隊として伝えに来てくれてた、はい、そうですね。ナムこの静けさは守られてほしいな、うん、だからその、うん、京都お参りされて永平寺行かれてうち、はい、来られてここが一番いいですって言って、はい、日本の人も外国の人もそういう風に一番落ち着きますねこのスーッとした空気が、
箇所目のお寺です。神宮寺さんにやってまいりました。この装束の、はいはい、山伏さんが登場みたいな感じですが、実は、はい、若狭おぼま観光協会の原田と言います。お願いします。お願いします。観光協会さんなのになんかちょっとガチなスタイルなんですけど。そうですね、まだちょっと修行中の身なので、はい、完成はしてないんですけども、はい、神宮寺と関係があるということで、はい、この格好で来させていただいたんですけども、はい、神宮寺拝観いただきましたらその謎が解けるということで、はいはい、では楽しみに、はい、いやー楽しみです。もう意味分かってないと思うので視聴者の方も行きましょう、はい、よろしくお願いします。 お願いします。いやこの参道も素晴らしいですね、はい、春は桜なんかがすごく咲いて、この山門も素晴らしいです。若狭神宮寺というお寺なんですけども、はい、この山門のところに、はい、縄が立っていると思うんですけども、締め縄だ。締め縄ですね。これは神の神の方ですよね。神宮のお寺、ね、神宮のお寺だから、はい、神と仏が混交していらっしゃる、はい、その秘密が奥にという、はい、失礼します。こんにちは。こんにちは。ナムようこそいらっしゃいました。プロの山伏さんだ。はい、まあプロかどうかはよく分かりませんけど、はい、はい、山伏をしております。より本格的な。そうですね、はい、もう長く20年以上修行してますので、はいはい、ありがとうございます、はい、ちなみに何者でいらっしゃるんですか。何者、私は本業山伏、副業公務員です、はい、公務員さんでいらっしゃる、はい、でこう見えて課長なんですもんね。そうですね、はい、文化観光課長課長、はい、元私は吉野の金峰山寺という、うん、修験の総本山のところの所属なんですけれども、はい、神宮寺さんではいつもお水送りの時に出資させていただいて。お水送りというキーワード出ましたんで、お水送りとは一体、そしてその神秘的な部分をこの後ちょっと体験させていただくということで、よろしくお願いします。わー綺麗、ね、今正面に見えるのが若狭の神宮寺の本堂になります。わ、はい、ものすごいかっこいいです、はい、堂々と構えていらっしゃり、このお堂と後ろのお山と、と後ろのお山が長尾山というご神体のお山になります。ご神体のお山を背負うようにお堂が、これ仏様が中にいらっしゃり、そうですね、そして手前に大きな締め縄がバンと締めてありますね、はい、これがまさに神仏混交の姿ですね。おー、はい、御仏解説を入れると神仏混交っていうと、うん、その日本にはもともと神様を拝む文化がありまして、山の神様、岩、海、川、八百万の神様がいらっしゃった。そこに大陸から仏教というものが伝来してきて、正式には仏教というものとその神を拝む神道というのは別のものなんですけれども、日本人のいいところでそういうのも全部一緒にして、こうこの国を守るためには一体となって拝んでいこうじゃないかということで、神と仏が一緒になっているということが神仏混交。そうですね、仏様が神様を守る存在でもあるし、はい、神様が仏様を守る存在であるし、神様が仏様の姿に変わることもあるし、どちらが強いというわけではないんですよね。です、はい、こんなも、はい、こんなんしてこんなんしてこんなんしてまさにこの大浜っていう土地は、はい、外国に開かれた港町だったので、はい、いち早くそういう海外の文化、仏教文化も入ってきて、うん、まあ、それと在地の、山の神様とか、さまざまな八百万の神様が融合して今の姿になっているっていうところ で、ここの特徴は一つ奈良とのつながりというのがね、うん、すごいキーポイントにはなってくるお寺になるかもしれません。お、はい、奈良とのつながり、はい、1300年前のね、はい、平城京開かれて、ね、東大寺ができてみたいな、はい、そことのつながりですね、はい、でちょっと拝ませていただきたいんですけれども、はい、拝み方がまた違うという。そうですね、やはり神宮寺なので中の方には仏様と神様がご一緒にお祭りをされています。ここはしっかりと柏礼を打ってお参りいただければと思います。承知しました、はい、珍しいですよ、お寺は静かに合掌南無ですよって、私は散々いろんなところでご説明をするんですけれども、はい、こちら神様がいらっしゃるから、はい、柏礼を打つお参りという、はいはい、ここはもう普通に合掌していただいて、そのまま柏礼をお持ちください。そのまま合掌でお祈りください。閉まりました、はい、手を叩くと神様がいるっていうのも潜在意識にあるんでしょうね、はい、神様も感じますね、はい、仏
仏様もいらっしゃると。中には、はい、内寺には仏様と、ね、今でこそ、はい、ね、神社には神様、お寺には、仏様という形ですけど、ね、私たち古いお家に行くと神棚も仏壇も一緒にお祭りしてありますもんね、うん、並列して、まあ、その姿がまさにこの中に展開されてますので、うん、はい、お参りいただければと思います、はい、ちょっと今回は中はカメラ入れないんですけれども、私は体験したその気持ちをレポートさせていただきます。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。いや、中素晴らしかったですね、はい、小浜のお寺の中でもなかなかこれほどの雰囲気のあるところはね、うん、ないと思います、はい、うん、しかもご住職のしっとりとした解説で、うん、はい、本来の姿、本来の日本人の信仰というのが、まあ、忘れ去られている中でそれを形として残しているっていう、そこが変わってるんじゃなくてそこに気づいてほしいっていうご住職のすごい強いね思いがありますね、はいはい、その内陣からこっちから毘沙門天様、不動明王様と観音様いて、真ん中にお薬師様と十二神将像がいて、で右側の空間が神棚。そうですね、はい、はい、そこの神棚に、若さの神様とここの土地を挟み込むようにいらっしゃる山の神様、それから奈良の神様、うん、東大寺にまつわる神様がいらっしゃるという、はい、神様仏さんに守られて生きさせてもらってんだなって、ね、めっちゃ思います。もう困った時には神様仏様お願いしますですからね。 やりますよね、なんか言っちゃいますもん ね、はい、それから先ほど神様の中に奈良の神様もいるとおっしゃいます、はい、その秘密がある場所があると。そうですね、うん、これはここの神宮寺さんが携われているお水送りの方の、水送りの方の、はい、はい、ご案内いたします、はい、とある秘密の井戸にお邪魔します。お水送りとは1300年以上続く若狭小浜と奈良をつなぐ神事です。奈良県東大寺二月堂で行われる修二会という伝統的な行法で使われる清らかな水をこの若狭神宮寺から特別な方法で送っているんです。奈良のその東大寺のお水取り、はい、1300年間絶えることなく毎年必ず行われた行法で、はいはい、やっぱ仏様観音様に我々の犯してきた罪を謝ってその代わりご利益をいただいてこの国を守っていこうという、はい、もう本当国家レベルの大事な業法ですよね、うん、はい、うん、そこで使う要のお水がここから、こちらです、はい、いや素晴らしいよ。でここが、はい、何でしょうか、赤い、井戸になります。赤い井戸、はい、もう冷気が中から吹きつけてきてすごい急に涼しくなりました。そうですね、もう一気にこう来ますよね、はい、仏様にお供えする一番の水を汲み上げる場所なんですけれども、一番のお水っていうのはどこに届けるかというと奈良の東大寺の方に、はい、届けるという形で、はい、ここから年に1回汲み上げてそれを半月ぐらいこのお堂の中で聖なる水に変えていって3月2日にですねお水送りという行を行いまして奈良へ水を送るというふうな行法があります。で3月2日にこう流すと10日後3月12日に東大寺の二月堂の前に若狭井という、もうまさに若狭の名前ですね、若狭井という井戸から湧き出してくると。あ、もうやばい、これはあ、やばい、すごいです。もうね、黙りますあ、ずっと水が流れ出てますね。そうです、はい、止まらないんですか。はい、止まらないですね、一年中このような形でこれはなんかもう人知を超えた、まさにこの裏山の長尾山というお山からこう湧き出してくる水、はい、長尾山って長いよっぽの山でしょう、はい、竜なんですよね。なるほど、竜といえばお水、うん、そうです、で竜の口からこう湧き出していると。うわー、はい、聖なるお水だ、はい、あ、冷た、お水取りの水触れるんだ。うわ、奈良ではこんなことできませんからね。絶対できないですね。すっごい今手清らかじゃないですか、きっと今光ってますよ。光ってますねちょっと綺麗になるかなお水送りするときって私こうやって水運んでいくんだと思ったんですけど。そうですよね、よく言われるんです、トラックで運ぶのとか足で運ぶのって言うんですけど、はいはい、これから参ります宇野瀬というところに、はい、で川に水を流すんですね、はい、そうすると、地下水脈を通って10日間かけて奈良の若狭井に湧き出すというふうな、はい、ことが言われております。なるほど、はい、そういう仕組みなんですね、はい、じゃあちょっと宇野瀬にもこれから行っていいですか、うん、そうですね、参りましょう、はい、ご案内します。
ごっ、会長ここ鳥居が立ってます。そう、ここがお水送りのクライマックスの場を、となる宇野瀬というところになりますね。はい、ここから、はい、もう結界が張られてて、はい、神聖なゾーンですよっていう、うん、もうお水送り当日は先ほどの神宮寺からお水を携えて、はい、松明をしっかりと持って、ここまで歩いて運んでいきます。はい、でここで、また大ごまを炊いて、はい、最後水を川に流すというふうな業法になります。そのお水が地下を伝って10日かけて東大寺の若さの井に湧き出てくる。そうですね、はい、うわー、す壮大な物語ですね。はいはい、二重の鳥居なんですね。そうですね、はい、この音すごいや。当日はご住職を筆頭に、まあ、私ども主言も対岸に渡りまして、はい、まあ、対岸のちょっと広場になっている場所、はい、そこに立ちまして、そこからご住職が水を流される。そうすると今ここに大きな岩倉があって、はい、しめ縄が張ってありますね。本当だ、はい、しめ縄が張ってあります。はいはい、まあ、ここは一つ神様の住む場所なんですけども、ご覧ください、そこの岩の下のところに渦巻いてますよね。はい、流したお水、実はそこからこう地下水脈に入っていくというふうに言われてまして、ここから10日間かけて3月12日には奈良の若狭井の方に湧き出すというふうな、はい、もう神秘的で壮大な物語。 そうなんです、はい、それが今目の前にあるっていうのが、まさにこの場所、わあ、信じられません。はい、なんか人間の知恵を超えすぎている、ね、不思議な世界ですよね。不思議な世界、大自然と一緒に神様、仏様と、はい、拝むんですね。そうですね、すごいや。はい、なぜそもそもここからお水を送っているんでしょうか。はい、まずここその奈良時代ですね、その二重の行法、お水取りが始まった時代、東大寺2月号が作られた時代というのは、この辺りは御血国という食を供給する国だったんですね、天皇家とかで。まあ、その食の供給する国であったというのが一つ大きなキーポイントで、その奈良東大寺2月堂を作った時に、一番最初に実中さんがあの行法を始めた時に、全国の神々をお呼びしてるんですよね。でその神々の中でこの若さの応仁明神だけ一番最後に遅れてやってきたそうなんです。遅刻しちゃったんですね。うん、でその要因は実は釣りをしてたっていうふうな。あら、釣りに夢中。はい、まあ、でも食の神様というね、はい、もうその根本がその当時も知られてたということですよね。うん、でもその食の神様が、到着した時にその行法にすごい感動されて、じゃあ食の根本である全ての水さえもご本尊にお届けしましょうということで始まったというふうな行法になります。そうか、釣りに夢中になるぐらいいい魚が取れて、うん、もう皆さんに食べて食べてみたいな、おもてなしの心ですよね。心があるから、はい、もううちはお水も魚もおいしいもいっぱいあるから、そうです、修二会、東大寺の修二会に参加した神様はめっちゃいいじゃん、うちのお水使いよって。そうです、そうです、もうぜひぜひどうぞどうぞって、はいはい、あ、それを今も毎年欠かさずですよね。そうです、必ず、はい、この前のコロナ禍とかも絶やされなかったんですよね。そうです、やってますね。はい、すごいや。はい、ここの動画だけで1時間いけるんですけどいけますね。8カ所のうちの1がこのボリュームってちょっと、はい、もうレベル高すぎます。すごい、いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、満徳寺さんにやってきまして、もうちょっと先に待ちきれないので、はいはい、この景色をいいですか。はい、こっからですよ、こっからのこっちの景色見てください。めっめっちゃ綺麗。こちらのお寺は、はい、あの小浜藩の藩主だった酒井家の祈願寺としても有名で、藩主の方がたびたび訪れてこの庭を眺められたっていうふうに伝わっています。じゃあ歴史のあるこの姿なんですね。で、四季折々あの椿の花が咲いたりですとか、もう少しするとツツジ、秋になると紅葉が大変有名なお庭でもあって、日本の紅葉百選にも選ばれたことがあります。あの後ろでこう揺れているすごい若い緑の、うん、そうそうそう、あそこが真っ赤になるんです。今のこの新緑のもみじもすごく綺麗ですよね。そう、もう緑だけでもういろんなこう変化がついてて、それだけでももう感動しちゃってますけど。そうなんです。で、あの真ん中に大きな
石がありますよね、はい、が、まあ、の第二新如来と見立ててこうマンダラのように石が並んでいる。なるほど。ぼーっと眺めながらも仏様を感じるわけですね、はい、山自体を月山として借景にしているのでもう全体の景色が一体となっているんです、ね、なので四季折々全然違う表情を見ていただくことができます。うまいですね。よく考えてるな。でこちらのお庭は歴代の藩主も訪れてめでたと言われていて、でこちらの書院の中には藩主が描いたと言われている絵もある。藩主がここに来て絵でも描くかって言って、はい、どんな状況かはわからないんですけど絵を描くのが好きだった藩主がいらっしゃるんですけど、その藩主が描いた絵が残っていたりですとか、藩主とかなり密接な関係にあったお寺でになってますね。でまた当時駆け込み寺としてこの辺では有名で、まあ、女性の駆け込み寺ですね。お、縁を切りたかった人がここに来ていろいろあってという方が駆け込むお寺だったんです。なるほど、はい、結構全国各地から駆け込む方がいらっしゃったそうなので、もうどんな人でも受け入れる、いいですね、そんな包容力のあるお寺だったんです。懐が深いですね、はい、だここに入られちゃったらもうどんな人が来ても引っ張り出せないです。もう腰落ち着いちゃいますもん、はい、もう無理です。動きたくありません。であちら階段の上に上がっていくと、はい、ご本尊の阿弥陀様に、はい、お会いすることができますので。いいですか、はい、私もこのまろやかな優しさは阿弥陀様だろうなと思ってました、はい、まさにその通りです、はい、ありがとうございます。優しいお顔の阿弥陀様がいらっしゃいますので、はい、会いたい、はい、行きましょう。はい、行きましょう。いいですね。いいですね。もみじの天井、いいですね。キラキラ光ってる。すごい綺麗。宝石のようだ。ここまで上がらせていただけるんですよ。すごいですよ。あ、実際中も上げていただける。そうなんです。ちょっと貴重シーンです。いらっしゃる。いらっしゃいます。失礼します。わ、中すっごい綺麗にされてます。もう、わ、阿弥陀様だ。お優しい阿弥陀如来様の都っぷりがすごいですね。そうそうなんですね。すごい中央の京都奈良にいらっしゃる貴族の皆々様が拝まれている、本当にアーバンな、そうですね、洗練された阿弥陀様ですね。そう、すごい。こちらも平安後期の作になりますので、はい、うん、まあ、平安仏の趣がありますよね。でもちょっとシャープな感じもありますよね、はい、ありますね、うん、やっぱこの山を背負ってらっしゃるっていうシャープな緊張感、ね、なんかそんな感じもちょっとするんです、うん、はい、浅くてリズミカルな、本当本当に上品なこの衣。そう、そうなんです。衣、この波の浅いのがトロ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 ってこうって流れている、滑らかなスベッとした胸周り、そうボディーラインが、うん、丸くて、ね、本当にお上品ですね。ですね。あ、癒される。これもしかして近づいてよろしいやつですか。大丈夫です。ありがとうございます。うお、私ね、仏様をね、斜め横から拝むの大好きなんです。このね、お体の厚み確かにね、この奥行き、ね、奥行きにこそ仏様の実在感っていうものをね、しかと感じるわけですよ。まあ、普通は、ね、正面だけですもんね。そうなんですよ。横から見てまたこの衣の薄さ、薄さ、薄い衣をね、上品にまとわれて、はい、ふわっとまとってらっしゃる感じがよくわかりますよね。はい、スーッと遠くを眺めて、さっき上がってきた階段の下の方の人をスーッと見てくださってるんだなって。あ、ありがてー。そうなんで、こんなに近くから見られるところなかなかないと思う、ね、なかなか拝めないです、こんなに近くから。美穂さんも相当仏がお好きですね。そうなんです、ね、実はそうなんです。ときめき止まらない、ときめき止まらないです。顔されてます。ちょっと今すぐ満足、ちょっと恥ずかしい、すごい嬉しくて満足しようか。満足してます。すごいお褒めの言葉をいただいて、はい、嬉しいし、嬉しい。どうも。
朝最高です。